それでは始めるぞ。第2回フィンバマスターズカップ準決勝第1試合、ボロメン対蒸しパン2号の戦い。一撃必殺のボロメンか、それとも休まない男蒸しパン2号か。60秒一本勝負、1600人の頂点を目指していくぞ。一瞬の静寂、気合いがもう、レディーファイ。さあ始まった。前を詰めて、まず行ったのはビーム、126クリティカルヒット、蒸しパン2号。すかさず行ったのがオンパー、連続攻撃がかわした。チョップ残念ながらボロメン当たらない。最初の一撃は蒸しパン2号ローがリードか。お互いに前を詰めて、もう一発オンパー行った。蒸しパン2号さすが休まない男、お返したぞ。クローや224クリティカルヒット。これで勝負は分からなくなってきた。わずか20ポイントの差、ボロメンチョップ残念ながら当たらない。休まない男も一旦様子見か。残り時間30秒というところ、蒸しパン2号が若干リード。さあボロメンどうする。お互い30秒残りの中、悔いを残さず一撃いけいけ。残り時間がなくなってきた。さあどうする。音波すかさずダメ押しいったのは蒸しパン2号。デコピンが当たらないボロペン、ピンチだ。蒸しパン2号が連続攻撃、イエローゾーンまで持ってこれたのはボロペンだ。やばいぞ、急げ。残り時間が間もなく10秒。さあ98、ここでデコピン当たった。131、それでもまだ一歩リードしてた蒸しパン2号。残り4秒、3秒、当たった。クリティカルヒット、逆転逆転逆転。残り時間がない。あ、最後一撃当たったのは蒸しパン2号。わかんない、どっちだ。同点同点、勝ったのは攻撃成功率で新勝蒸しパン2号決勝進出。すごいですね。初めて見た同点。こんなことあるんですか。これやらせじゃないですよ、マジで。いや本当にね、画面に向かっていますけど、偶然起きるんですか。これ本当に最後の1秒切ったところの最後の入力が入って、うん、同点になって、はい、前半あのデコピン外れてたじゃないですか、はい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 、あれですね。あの一発が外れたことによってパーセンテージが変わってってことですか。シビアですよね、さすが準決勝。準決勝からこれですか。正直あのその PC が代わりに戦ってくれるっていうので、うん、そこまで盛り上がるものなのだろうかっていう疑問があったんですけど、まあ、なんつって自分でやった方がねみたいな、ね、そう思ってましたけど、これは熱い熱いですね。まあ、実況も相まって、なんか熱量がすごい、ちょっとワクワクしてきちゃう。ちょっとね、実況も力入っちゃいました。いや、めちゃくちゃ入ってましたよね。残りだって3秒からの逆転でしょ、はい、でそれを逆転し直すわけでしょ。そうですよね。エンタメですね、これは。エンタメですね。最初のクリティカルの時点でもう決まっちゃったかなと思いました、その後。したよね、いや、いい試合でした。じゃあもう、行きましょうよ、この熱を買って。そうですね。準決勝第2試合。これ決勝どうなるんだ、はい、はい、準決勝第2試合お願いします。それでは VTR どうぞ。さあ、第2試合。1600名の頂点を向けて、蒸しパン2号と戦うのは、立ち風か、それともウサゾウか。IT 系の申し子、変化系モンスター、立ち風。対してはピンキーのウサゾウ。瞬発力か、それとも技の試合越した立ち風か。レディーファイ。さあ前を詰めて、まずいったのはレーザーソード、残念ながらこれが失敗。ロケットパンチ、ジャブを繰り出したのはまず立ち風。ゆっくりとした試合の始まり方。ウサゾウは瞬発力で一気にいったが、残念ながらこれは連続で当たらない。立ち風がジャブを繰り出していく、繰り出していく。最初の15秒、まずリードしたのは立ち風か。相手の前に入れないのがウサゾウ、ちょっと残念だが、ようやくテレポート当たった。さあ、試合を立て直すぞ、ウサゾウ、どうする。ベロビンタ、これを間合いで切られてしまうと辛い。レーザーソード当たった、クリティカルヒット111。尻尾アタックもベロビンタもなかなか大技が当たらないウサゾウ、ピンチになってきた。残り時間は4分の1から3分の1へと変わろうとしている。20秒のところ、ここでパンチ当たった。立ち風、残り時間を残すところ、もう勝負を一気に決めてしまうのか。ウサゾウ、詰めろ詰めろ、前を詰めていけ。残り時間がないぞ。ウサゾウ噛みつく、これも当たらない。残念残念、残り時間4、3、2、噛みつき、また失敗、残念だ、当たらない。レーザーソードダメ押し、決まった。勝ったのは立ち風、決勝進出は立ち風。ウサゾウ、なんかね、思い入れ入っちゃいますよね、あのキャラはね。そう、しかもあの子は同族を踏み台にしてここまで勝ち上がってきたんですよ。そうそうそう。でね、意外と試合の中で唾吐いたりとかベロビン出したら汚いことやってるのに愛嬌がある。うん、でもね、やっぱり
ブタチカゼかましちゃうんだもん、アンベロ切ったねっつって。そう、間合いの切り方がうまいうまい。あのタチカゼですよ、おじいちゃんに勝ったの。あ、おじいちゃん、もう、そう、おじいちゃんの渾身の攻撃をあのタチカゼは間合いを切って切って最後レーザーソードで仕留めるって。おじいちゃん相手悪かったんですね。相手悪かったんですね。でもね、おじいちゃん最初の15秒はもう連続攻撃でタチカゼ一気に追いやったんですよ。おじいちゃん頑張ったのに。なんかね、おじいちゃんだったから30秒ぐらい体力尽きちゃって、はい、そうでしょ、そんな悲しい、悲しい、おじいちゃんだな。おじいちゃんまだまだ若いと思って試合したのね。これでも面白いでしょ。面白いですね。久しぶりにみんなやってみて熱が入って、これね、ちょっと自分で育てて出てみようかなって気、満点になるね。いい試合見せた。確かにそうですよね、育てたくなっちゃいますよね。そう、なんか不思議な感じしちゃいますよね。だって当時ってもうその20年も前で、はいはい、あのグラフィックとかだって、はい、音だって、はい、その全然今とは違うけれども、はい、それでもこれだけ熱が入っちゃうって。う、ね、だからね、やっぱゲームっていうのはね、なんかこう雰囲気ですよ。適当なこと言って適当なこと言って言いたいこと伝わりますよね。わかりますよ。それがなんかエンタメ、ちゃんとエンタメにつながってますからね、うん。いやー、なんかでも興奮してきましたね、いよいよ楽しみになってきましたね。これ全然予想できないですね、みんな強いから。これこれだってね、裏では1600試合全部本当にやってるんですよ。全部やってきて、先週収録で準々決勝やって、今日今2試合やって、最後の1試合。なるほど。ですね、おじいちゃんのも見たかったな。おじいちゃんね、おじいちゃん、あとね、V で見たいぐらいですけど、YouTube で見ても本当面白かった。次の戦いの時とかトーナメントやる時にはみんなおじいちゃんにしてから、そんな老人会みたいな。そこ頑張って育ってきて、シルバーファーム。なんかシルバーリーグ作ってほしいです。シルバーリーグね。でもね、24歳はなかなかできないと思うな。最高齢な。そう、なんか絶対にこう20歳以上じゃないとエントリーできないとかにして。みんな体力続かないですけど、大会の間に死んじゃうかも。そうです、後半喋ることないんじゃないですか。そうそうそう、シーンってなっちゃう。悲しい。ちょっとさあ、はい、じゃあ行きますか、はい、行きます、はい、もうでも決勝戦ですよね、これが。いや、これ決勝ですか、はい、うわー、楽しみですね。私もなんか興奮してきました、じゃあ行っていいですか。はい、もちろんです。お願いします。はい、第2回フィンバマスターズカップ決勝戦を開始したいと思います。 VTR どうぞ。第2回フィンバマスターズカップも1600人の中から残すはあと2人となりました。決勝戦に上がってきたのは虫パン2号対タチカゼ。おじいちゃんを倒したタチカゼの試合巧者ぶりか、それとも休まず攻撃する虫パン2号か。緊張の一瞬、1600名の頂点は果たしてどちら。レディーファイ。前を詰めて、まず行ったのはダブルキック、立ち風。しかし、かわしたのは虫パン2号、休まない、いきなり行った、94クリティカルヒット、トリオビーム、休まず、もう一発クリティカルヒット、連続攻撃、立ち風、ちょっとびっくりしたか、レーザー、これが失敗してしまう、立ち風のペースにならなくなってきたぞ、ジャブをようやく返したが、音波でまたやられてしまう、前を詰めようとすると、一気に詰められるのが虫パン2号の攻略法か、立ち風がイエローラインまで一気に持ち込まれた、今までとは様子が違う、様子が違うぞ、さあ、立て直せ、残り時間は30秒となるところ、虫パン2号はしかし休まない、一気に攻撃の幅を広げていく。レーザー外れた、これも外れた、技の後者立ち風が出す術ないまま残り20秒となっていく。レーザーソードも当たらない。さあ虫パン2号がもう一発音波決めてしまった、もはやダメ押し、残り時間が14秒ということ、まさかの決勝戦、圧倒的な差になってしまうのか。なあ10秒切った、9、8、7、6、第2回フィンバマスターズカップ優勝するのはどっちだ、虫パン2号か、立ち風か、残り時間が2秒1秒、立ち風最後の一発当てることができなかった、決まった、第2回フィンバマスターズカップ優勝は虫パン2号、おめでとう。いやー、とんでもない虫パン2号そんなにポテンシャルあったんですね。タイツすごいっすね。凄まじいです。威圧感すごかったですね。あのモンスターとにかく休まない確かにもうずっと技を出し続ける。そうですよね。いや、あのしかもそれが当たってる。そう、倒れるそのヒット率だったりとか、ここでビーム来るかみたいなのがすごいですね。すごいですよね。さすがの試合巧者も
あれだけ動かれて間合いを詰められないともどうにもなんないですよ、うん、そうですよね、剣届かないですもん、だってそうでしょうね、辛かったね、剣を振ろうと思ったら倒れてくるバーン、あれだけ準決勝優位に進めてきたのに、そうですよね、おじいちゃんの呪いかもしれない、そうですね、うん、お前はボケなくしてやろう強いな、ある意味強いな、強かった、いい試合でしたね、これね、おめでとうございます、上位の入賞者の皆さんには、うん、メダルが授与されるのと同時にですね、はい、このベスト4の今のモンスター、はい、殿堂入りです、うん、おー、なんと全ての皆さんが彼らに挑戦できます、おえ、待ってください、おじいちゃんはギリ、おじいちゃんギリアウトこれなんか開発チームとかに頼んでみましょうかね、おじいちゃんとも戦えるようにしてよっていう ね、 そうご長寿だからちょっとメダルをあげたいですよね、なんか問題が起こった時は明坂のさんのセンスってことでねルール変えやがってあいつみたいな、ね、この番組内だけでももう私は栄誉を称えたいですよ、いや本当に絵で見てないのになんでかも、そうでしょ、絵で見てないのにおじいちゃんで盛り上がるこの、うん、そうですね、相当なポテンシャル、優勝したのは蒸しパン2号なのにそうですよ蒸しパン2号なのにいやでも本当これでね、うん、第2回はい、無事優勝者が決まりました、ありがとうございました、うん、ありがとうございます、全参加モンスターお疲れ様でした、はい、お疲れ様でございます、以上で、初代モンスターファームのコーナーはおしまいとなります